ビジュアルスタジオコードはマイクロソフトが開発している Windows、Linux、MacOS 用のソースコードエディタである。デバッグ、埋め込み、キットコントロールと GitHub、シンタックスハイライト、インテリジェントなコード保管、スニペット、コードリファクタリングのサポートが含まれる。カスタマイズ性が高く、テーマやキーボードショートカット、環境設定を変更できたり、 機能を追加する拡張機能をインストールすることができる。ソースコードはフリーかつオープンソースで、寛容な MIT ライセンスの下でリリースされている。コンパイルされたバイナリはフリーウェアである。Stack Overflow ーー2019デベロッパーサーベイでは、ビジュアルスタジオコードが最も人気のある開発者、環境ツールとしてランクインし、 87,317人の回答者のうち50.7%が使用していると回答した。ビジュアルスタジオコードは、マイクロソフトの開発社会議ビルド2015にて公開され、プレビュー版がリリースされた。2015年11月18日、ビジュアルスタジオコードはリリースされ、その一部ソースコードが GitHub に MIT ライセンスの元で公開された。その際、 拡張機能のサポートも追加された。ビジュアルスタジオコードのソースコードエディタの機能は以下の一覧に示されるようにプログラミング言語ごとにサポートの有無が異なっている。プラグインによって他の言語もサポートできる。ビジュアルスタジオコードの機能の多くはメニューやユーザーインターフェースを通して公開されていない。代わりにコマンドパレットあるいは ジェイソン設定ファイルを経由してアクセスする。コマンドパレットはキャラクターユーザーインターフェースの一種である。ディレクトリを開くことで、そのディレクトリに含まれる複数のファイルがツリー上に表示される。開いたファイルはタブにも表示され、タブを切り替えながら複数のファイルを並行して編集できる。また、テキストエディタの基本的な機能として文書の保存時にコードページを変更したり、 開業コードを統一することもできる。対応するカッコの表示、複数カーソル、区形選択、ブロック単位の選択拡張と折りたたみ、Git リポジトリと比較しての変更行の表示などの機能を持つ。その他に、ウィンドウ内で統合された端末を開くことや、ウェブ上に公開された機能拡張をダウンロードしインストールすることもできる。マイクロソフトが提供する拡張機能パック、 リモートデベロップメントを導入することで、リモート環境での開発が可能になる。対応するリモート環境は以下の3つである。コンテナ拡張機能、ビジュアルスタジオコードリモートコンテナーズを利用することで、ドッカーコンテナ内での開発が可能になる。ドッカーデスクトップ2.0あるいはドッカー CEEE18.06 がインストールされたホストマシンから、 コンテナ内の開発環境を操作できる。ホストマシンにプログラミング言語実行環境をインストールしなくても、コンテナ内でコーディング支援、デバッグ等が利用可能になる。コンテナを利用する場合、いくつかの方法が存在する。そのうちの一つは Git レポジトリから直接コンテナを生成する方法である。開発環境コンテナとしての設定が、 リッキンテイナー・ジェイソンに術された Git レポジトリは VS コード上で明示的なクローンなしにコンテナ化が可能である。このディポジトリコンテナ生成時には Git レポジトリが Docker のボリューム数へ保存される。この機能はコンテナ内に VS コードサーバーを立てることで実現されている。ローカルで VS コードを実行するのと同様にコンテナ内で VS コードが立ち上がっており、クライアント側で行った VS コード UI 操作をコンテナへ送信することで、透過的にコンテナ内開発を行うことができる。2016年の Stack Overflow ーーによる調査では、Visual Studio Code は13番目に人気のある開発ツールで46,613人のうち7.2%がこれを使っていた。しかしながら、 2019年の調査では、ビジュアルスタジオコードは1位に位置し、87,317人の開発者のうち50.7%がこれを使っていた。ビジュアルスタジオコードは Java、JavaScript、Go、Node、JS、C など様々な領域でフレキシブルに利用可能である。ビジュアルスタジオコードは Code OSS レポジトリの配布物に マイクロソフト独自のカスタマイズを施し、伝統的なマイクロソフトの製品ライセンスの下でリリースされている。ビジュアルスタジオコードは使用状況に関するデータを集め、これをマイクロソフトに送っている。しかしながら、このテレメタリーレポーティングは無効にすることができる。ベスコディアムはもう一つのこのソフトウェアのバイナリディストリビューションであり、これはオープンソースの部分のみを使い、 マイクロソフトの商標やテレメタリーコンポーネントはオミットされている。しかし他の面においては完全に機能し互換性がある。ありがとうございます。